幾多の名勝負が繰り広げられてきました。有馬県、今年はどんなドラマが待っているんでしょうか。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢はリスプラシューかディープインパクトか、私の夢は名将サムソンです。果たして先頭に行くのは。逃げ馬の夢を乗せてアドマイアメインが先頭に立ちました。それからダイワメジャー、コスモバルクがそのうちにいます。1番トナカイレッド、外から1頭東証ナイト、そして6番手に名将サムソン、それから4番デルタブルース、そしてその後ろから12番ポップロック、6番ドリームパスポート、黒い帽子にご注目ください。これが一番人気のリスプラシュー。それからこれも人気を集めておりますディープインパクト、スイフトカレント、これがしんがりであります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。アドマイアメインがレースを引っ張るようになりました。1000メートル通過タイムは1分1秒から2秒、淡々としたペースです。これを追って10番ダイワメジャーであります。そのうちに3番コスモバルク、トナカイレッドがその後ろ、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。外を通って11番名将サムソン、これと一緒に東証ナイト、デルタブルース、もう1頭ポップロック、それから6番ドリームパスポート、注目はただ1頭2番リスプラシュー、目下連勝中。それから離されましてディープインパクト、内を通りまして8番スイフトカレント、流れるようにレースが進んでおります。先頭を行く5番アドマイアメイン、3馬身リード、10番ダイワメジャー、それからもう1頭トナカイレッド、コスモバルク下がって4番手、そしてそのうちに7番東証ナイト。さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。リスプラシュー、大歓声も後押ししているぞ。さあ、先頭はディープインパクトが3馬身リード、デルタブルースが差を詰めてきた。リスプラシュー懸命に追った、並ぶかリスプラシュー1着、リスプラシュー末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。しました。